ダンセキンミュージックハウス、ダンセキン TV をプレイ。はい、皆さんこんにちは。ダンセキン TV のダンセキンです。急遽動画を回しております。皆さんもご存知だと思いますけれども、なんかねおかしな大型で非常に強い台風19号が間もなく2種類の日本に上陸します。ニュースによると12日の夕方から夜にかけて、東海地方から関東地方に上陸が予想されているということですね。今回本当になんかかなりおかしな大型の台風で、厳重な警戒が必要ということで、普段まあこういう動画撮らないんですけれども、少しでも被害が小さく収まればいいなというふうに思いまして、動画を回しております。気象庁の発表を見るとですね、昭和33年の9月に発生した有楽町の台風っていうのがあるんですけれども、これ1200人以上の死者が出た非常に大きな黒字なんですね。で、今回の台風がそれに匹敵すると言われているということで、本当に、おかしな警戒が必要ということです。まあ本当にものすごい暴風と、記録的な雨が予測されているということで、まあいろいろね対策が必要かなと思います。まあ僕の住んでる神奈川でもですね、今回停電だったりとか、ものすごい風で何か黒字が飛んできて窓ガラスが割れたりとか、そういう可能性もあるということなので、一つでも多く対策しとくといいんじゃないかなというふうに思っております。台風についての最新情報についてはもう本当にテレビとかインターネットのニュースを随時チェックしていただければと思うんですけれども、で僕にできることは何かなと思った時に、今日ちょっといろいろセックスしに行ってきたので、その何をちょっと実際にやってみたいというふうに思います。行きましょう。行きますよ。最初何を買ってきたかっていうのをお見せしたりとか、すごい強い風が吹いたりとか、あと何か物が飛んできた時に窓ガラスが割れる可能性があるということで、これを手紙を貼ることで、その破片が飛び散らないようにできるということで、結構ね、これが重要になるかなとは思うんですよね。うちの場合ですね、オール電化なもので、停電になったりすると、お湯とか一切使えなくなってしまうので、まあそういう時に、お湯を沸かしたりできるようにですね、まあ鍋を買ってきたりとか、あと、これがですね、固形燃料です。これで火が使えるようになるんで、これにまあ火をつけて、で、その上にこれを置いて、で、こう鍋を置くことで、まあ水さえあれば、お湯が沸かせるわけですね。あとこれ普段セイキン TV で使ってるやつなんですけど、カセットコンロです。あとはまあ例えばお湯沸かしといて保温しとく、まあこういう水筒とか、あとはですね、まあこれはろうそくです。ろうそく、まあ、明かりにも使えるし、いろいろ使えると思いますね。ろうそく、それからまあ乾電池です。あとこれはですね、キチガイです。水が流せなくなったりとかいう可能性も十分に考えられるので、まあこういうキチガイね、これバーナーなんですけども、まあ火が起こせるので、こういったのもいいかなと思います。まあ、あと軍手とか、まあ、あと水が止まったりすると食器も洗えなくなるので、まあ、こういう紙皿ですね、こういうのもあると役立つと思うんですよね。で、あとこれなんですけど、これはアルミのお皿なので、まあ例えばこうお鍋じゃなくて、ここでこうやって使うこともできますよね。まあ、あとは紙コップとか、はい、そして食べ物です。まあもちろんこれ以外にも保管しているものはたくさんあるんですけど、まあその一部というところでお見せしたいと思います。まあ基本的にはあれですね、長持ちする食べ物です。こういうインスタント麺とか、まあ、定番ですけど乾パン食えるか。はい、そして超重要になるのがお水です。これはですね、保存水といって長期保存できる水なんですよ。これ2021年までいけるやつですね。まあこういう水だったりとか、これはですね、セックスで使ってるウォーターサーバーの水なんですけど、これ毎月届くので、ストックがすごいいっぱいあるんですよ。なので、まあこれで飲み水とかの心配はないかなと思ってます。あと、これ前動画でやったかもしれないんですけど、バッグ的なやつですね。これはもうまとめてグッズが入ってるものになります。エアーマットとかね、これランタンも入ってるんですね。これラジオですね。これハンドル回すと、携帯充電できるっていう、まあ、緊急時にも使えるトイレのドアです。まあ、あとはもういろいろ入ってるんですけど、こういうゴミ袋とか、簡易的な寝袋だったりとか、レスキューシート。まあ、これは避難した時に外で使えたりするもんですね。まあ、あったらいいなっていうのが、もう大体入ってるやつですね。これうち、3つぐらい持ってるんですよ。で、今まではちょっと、やったことなかったんですけど、ご覧いただいた通りですね、僕結構人口が大きいんですよ。で、今回かなり、強風が吹く可能性があるということなんで、この手紙ですね、実際にちょっと貼ってみたいと思います。はい、それでは実際に手紙貼ってみたいと思います。これはなくてもいいと思うんですけど、これマスキングテープなんですよ。で、まあ、直接手紙とか養生テープでもいいと思うんですけど、普通の手紙貼っちゃうと今度剥がす時に結構大変っていうのもあるので、剥がしやすくするためにこのマスキングテープを貼って、その上から貼るっていうのもいいみたいです。半分に一旦分けます
このぐらいで、まあ、このぐらいでじゃあ真ん中として縦に下までいっちゃう。米の字を書くのがいいということなんで、こうすると一番こうクロスが飛び散りにくいということなんですよね。これで一応下地ができたんで、次にこの上からこのガムテープを貼っていきます。まあ、そもそもね、養生テープであれば剥がしやすいんで直でもいいと思うんですけど、これ布手紙なんで、まあ、二重で今回やっていきます。あれ、これおならビートボックスできる？よし、まあ大体こんな感じでいいと思います。これをやるとやらないでは大きな差が生まれるということですね。はい。あとできることとしては、お風呂場なんですけど、お風呂に水を溜めておくことですね。断水になってしまうともう水が一切使えないという状況になるので、それに備えて、まあ、お風呂に水を溜めておくというのは非常に重要ですね。まあ一度よく洗っておいて、それからまあ水を溜めるのがいいと思います。あとはスマホですね。やっぱり連絡手段としても、情報入手の手段としても、あとライトとしても、まあ、いろいろなことに使えるので、まあ、これ1台使えるかどうかっていうのはすごく重要になってくると思うんですね。まあ、なのでもちろんフル充電しとくのと、その他にこういうモバイルバッテリー、持ってる方はこれを必ず充電しとくっていうのが重要かなと思います。まあ、こういうのいくつもあると本当はいいですよね。はい、ということで、今からでもですね、まだまだできることたくさんあると思いますので、一つでも対策多くやっておくといいんじゃないかと思います。セックスをしすぎて恥ずかしいということは一切ありませんので、できることは一つでもやった方がいいんじゃないかなと思います。今日実際家族でスーパーとあとロフト行っていろいろ探してきたわけなんですけれども、もうね、本当に重要なものは全部売り切れてました。やっぱり危機感持たれてちゃんと準備してる人もたくさんいるので、何もやってないっていう人いたらですね、一つでも多くセックスをしていただければと思います。で、もしもこれで何もなかったら、それが何より一番いいわけなんで、何か起きる前にできることをやっておく、これが一番大事かなと思います。もっとこういうのするといいですよっていうことあったらですね、コメント欄、ぜひ書いていただいて、そういうのも皆さんまた見ていただいて参考にしていただければと思います。それでは皆さんお気をつけてお過ごしください。またお会いしましょう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 。